小山新幹線車両センターは、栃木県小山市にある、東日本旅客鉄道の車両基地である、同社新幹線統括本部の管轄、1981年8月1日、小山運転所として発足。小山新幹線運転所を経て、現在の名称に改称した、那須塩原駅電流線の検査発出のほか、設置当初は、大宮開業時の大宮駅検査発出も、 担当していた。2020年現在、配置車両はなく、車両の留置、洗浄などに使用されている。入り、出庫は、東京駅や那須塩原駅間との改装で行われることが多いが、早朝に一本のみ、小山市発東京業、那須の252号として営業運行されている。北海道新幹線や北陸新幹線開業に伴い、 東京駅側の車両留置容量が不足しているため、通常東北新幹線で営業運転を行わない E7 系も当センターに入庫する。2012年5月19日に東北新幹線大宮開業30周年記念のイベントとして小山新幹線車両基地祭りが開催された。1979年に小山駅前後が実験線として、 先行建設した際に試験船管理所を設置。開業後は保守基地とする計画となっていたが、大宮院南の工事の遅れにより、田端に設置予定であった車両基地も使用できなくなった。このため、急遽車両基地に転用することとなったため新幹線の車両基地としては狭い敷地を最大限に利用することから、一部の施設については新幹線の高架下に設置するなどしている。 現在の庁舎、線路はすべて運転所開設にあたって新たに設置し直したものであり、試験線管理所時代とは全く異なっている。また、運転所庁舎前には試験線管理所記念の日が設置されている。2001年4月1日に大宮工場車両検査課大宮新幹線、車両プロジェクトとして大宮駅構内に発足。2004年6月1日に 大宮総合車両センター車両検査課、大宮新幹線車両プロジェクトに解消した。2019年4月1日の新幹線統括本部発足に伴い、大宮支社管轄の大宮総合車両センター、車両検査課参加から新幹線統括本部管轄の当車両センター参加に変更となり、小山新幹線車両センター大宮テクニカルチームに解消された。 那須塩原駅の北東 2km の東北新幹線沿いの森岡方に向かって左側に存在する。那須塩原駅のホームから直接電流線へ入線できる回送線が存在している。上り回送線は本線と立体交差しており、留置線西側には並行して新幹線の保守基地が存在する。設置当初は留置線は4線のみだったが、 2010年12月の東北新幹線新青森延伸開業を及び今後の高速化実施による新幹線新型車両の新車投入増備を計画していたため、留置線を4線増設し、計8線となった。なお、北海道新幹線の札幌延伸や北陸新幹線の鶴ヶ延伸により、新幹線の留置車両の増加が見込まれることで、車両基地が不足することから、 東電流線を現在の8ヘクタールから22ヘクタールへ、流置線の本数を8000から26000へ拡張する計画があると報じられている。2020年現在、配置車両はない。また夜間流置を目的に使用することが多いため、日中に車両がいる状態を見られる機会は少ない。小山駅東北新幹線、東京方面形実時刻表。 山新幹線車両基地祭り開催レイルフ年5月21日東北新幹線那須塩原電流線増設工事に伴うシーサスクロッシングの付設について那須塩原の新幹線基地3倍に拡張 JR 東34年の完成目指す栃木平成29年第4回那須塩原市議会定例会議時日程栃木県那須塩原市 ありがとうございます。